私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。平野紫耀最初の頃の岸くん、その理由は、スター性、平野紫耀と山 P の黒と影対決、最悪のシナリオとは？キンプリの王子様にはなれない、ファンも渋い決断の裏にある戸惑いとは？ピリオド。サンドイッチマン伊達みきおが、ジャニーズ入って、この先輩すごいって思った人は？と尋ねると、平野は初めてジャニーさんにセクシーゾーンへのライブ感に行くよって連れ出されて、その時岸優太くんが出てたんですけど、その時岸くんがすごかったんですよ。セクシーゾーンへのデビューコンサートなんですけど、セクシーゾーンより先に歌って、セクシーゾーンが後で合流する。岸くんはただのジュニアの一人だったんですけど、ジュニアの中のスターみたいなスーパースターだったんです。と、現在同じグループで活動する岸の名を挙げた。平野は、その時は岸くんかっこいいなって。アマも最初は岸くんに憧れてるって言ってて。それくらい最初はスター性がすごくて。今はだんだん慣れちゃったんですけど、むちゃくちゃすごかったんです。最初の頃の岸くん、と語った。平野が、秘境路線バスに乗り、飲食店を探しながら、ゴールに向かう人気企画、バスサンドに参加し、道中で、ジャニーズ入所当時の話になる。アイドルグループキング&プリンスの平野紫耀、25歳、が、8月29日に放送されたバラエティ番組、帰れマンデーミッケ隊に出演。ジャニーズに入って、すごい、と思った先輩について語った。またはその他のニュース。平野紫耀と山 P の黒詐欺対決、最悪のシナリオは？キンプリの王子様にはなれない、決断の裏にある戸惑いに、ファンも渋い顔。ピリオド。2006年版とは、性格の全く異なる作品に？さらに2006年版では、原作者の夏原武氏が、脚本にも名前を連ねていましたが、リブート版では、橋田賞、受賞の脚本家のみです。リブート版制作にあたり、死んでも、俗でもない、もう一つの黒詐欺、と夏原氏はコメントを出していますが、2006年版とは、性格の全く異なる作品に仕上がることになるのでしょうか。この、黒詐欺、が、平野の主演で制作されると聞いたとき、私はこれは、平野の役者としてのスケールアップのための作品ではないかと思いました。今までのアイドル的要素が濃い作品と、全く毛色の違う作品に出演することで、役者平野紫耀をスケールアップさせるために選ばれたのが、山 P の、黒詐欺、だったのでは、と、もしかしたら TBS には申し訳ないけれど、視聴率よりも詐欺師を騙す詐欺師、平野紫耀を見せるための金曜ドラマ出演なのかもしれないと思うのです。今までの先輩たちが辿ってきたように、いつまでもキンプリ王子様平野紫耀ではいられない。そんな判断を事務所と本人が納得の上でしたような気がするのです。平野紫耀主演は危険な賭け。ジャニーズ事務所も随分と思い切ったチャレンジに舵を切ったものです。退場した山 P を上回る視聴率を得れればいいですが、もし大幅に下回る結果にでもなったとしたら、個人的にはこの二人を同じドラマで競わすようなプランにはまだ時期尚早、考えなめません。これまでの平野のドラマでの平均視聴率は、杉咲花と共演の花のチャレから花男ネクストシーズンから、が 8.3%、中島健人との W 主演、未来警察ミッドナイトランナー、が 9.4%。役者としては苦戦していると言っていいでしょう。映画は2019年9月公開の、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からの教授は 22.4 億円でした。一方山 P は2018年7月公開の劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命で93億円。タレントとして比べるには平野が可哀想すぎますね。リブート作品黒詐欺の公式発表資料を改めて確認していると、平野側の懇談ぶりがわずかですが透けて見えてきます。
例えば2006年版でこのドラマを成功させた最大の功労者といえる TBS の名物プロデューサー、伊與田英徳氏の名前がリブート版では見当たらないのです。異例のクロサギ退場者ヤマピー引き継ぎ。芸能記者たちの全評判で最も熱い視線が送られているのが2006年4月期で、当時はニュースのメンバーだった山下智久が主演して最高視聴率 18.8% を記録したクロサギのリブートです。今までヤマピーが出演したドラマの中でも人気の高いこのクロサギをキンプリ、平野紫耀が果敢に演じてみせるのですが、デイリーニュースオンラインによれば、ジャニーズ事務所退所者のかつての出演作に現役の所属アイドルが引き継いで主演するというのはこれが初めてのケースだそうです。2022年秋ドラマにざわつく芸能記者たち。散々だった7月期のドラマを挽回するかのような10月期の話題作に、芸能記者たちは早くもざわついています。注目は、2018年4月期、コンフィデンスマン JP 以来の連ドラ出演、長澤まさみでしょう。最近は、すっかり映画女優としての風格が備わった感のある長澤に、果たして地上波連続ドラマに出演するメリットがあるのか。他人事ながら気になってしょうがありません。また清原果耶の業界では鬼門に呼ばわりされている日本テレビ系日曜ドラマ枠への出演は芸能記者たちを驚かせました。キング&プリンス、長瀬角や、なにわ男子、道枝駿佑が獅子奮迅の頑張りを見せても 6% をやっとクリアしたようなこの枠で、やはり NHK 朝ドラのヒロインをやった清原が出演するメリットはあるのか。所属事務所がしっかりしていますから心配無用でしょうけれど、大惨事にならないことを祈るばかりです。キング&プリンスの平野紫耀、25、が10月スタートの TBS 連続ドラマ、クロサギに主演。この注目ドラマの公式発表資料に、平野サイドの混乱ぶりが現れていると指摘するのは、記者歴30年の芸能ジャーナリスト宇沢貞夫さんです。詐欺師を騙す詐欺師クロサギといえば山下智久、37、主演の2006年版が大ヒット。ジャニーズ事務所を退所したとはいえ山 P と比較されるのは確実とあって、ファンの間でも賛否両論の平野クロサギ、一体どんな作品になるのでしょうか。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。